剣である。もはやどのような敵にも遅れは取らぬ。これは揺るがぬ確信であり、万人が認める事実である。それゆえに、エンナカムイの民よ、今ここに約束しよう。圧倒的な勝利を。キコーラの大切な家族を守り、愛すべき国土を守り、貪欲な侵略者どもを完膚なきまでに叩きのめすことを。忘れるな、キコーラは常に正常の大いなる御心と共にあることを。我らこそがヤマトの正当なるこの絵、この戦の大義も正義も、すべては我らと共にある。出陣に先立ち、偉大なる正常御自らおいでになり、キコーラを謁兵する。慎んでそのお言葉を賜るがよい。なんだって。慎んでそのお言葉を賜るがよい。なんだって。正常から、かの天井の君から。信じられねえ、俺たちのような田舎者に。まさか姫殿下のご出座である。兵たちの気分にして心の拠り所、決して恐れをあらわにしてはなりません。弱音を吐くことも、敵から逃げることも、何より戦場で起こる全てのことより目を背けてはなりません。それがどれほど凄惨な光景になろうとも、決して。余はそんなに臆病に見えるのか。姫殿下、戦場に立ったことが終わりか。ないが、それが何だというのじゃ。戦場は恐ろしいものです。想像するのと実際に目の当たりにするのとではわけが違います。十分な鍛錬を積んだ兵であろうとも、ふとした拍子に恐怖に駆られ逃げ惑うのですから。それゆえ兵たちの心の拠り所にして御旗たる姫殿下は、目をそらすことも逃げ出すことも許されるのです。万が一にも正常が臆すれば、我らは即座に瓦解することとなりましょう。分かったのじゃ。任せるがよい。心配などいらん。ちゃんとやってみせるぞ。知らん。
のは知らぬのじゃ。アンジュ様、正常ホシトル言ったはず。目をそらしてはならないと。決して逃げてはならないと。ジャガ、要は全てを諦めて屈するのか、それとも戦うか、選ぶのは正常自身。それはこのエンナカムイもテートも全てあの偽物に明け渡してしまわれますか。そしてお父上の眠る墓すら。それだけは、それだけは絶対に嫌じゃ。アンジュ様、よい、世は帝アンジュじゃ。姫殿下が俺たちの、なんと、なんと美しいんや。エンナカムイの愛し子たちよ、忠実たる精鋭たちよ、よくぞ世の旗のもとに参じてくれた。今や天下の聖堂は地に落ち、帝都は世の名を語る偽物に占拠され、ヤマトは関心族とのばっこする地となり果てた。世はヤマトの正統を継ぐ者として、これを正さねばならぬ。不忠なる族とどもは国中を荒らし回り、間もなくこの地にも攻め寄せよう。そなたらにとってはまさに青天の霹靂。世の振る舞いはたかが小娘のわがままに過ぎぬ。そう思う者も少なくないやもしれぬ。だがそれでもどうか世についてきてほしい。世にはそなたらの力が必要なのだ。乱れた世に平和をもたらすため、族徒を打ち滅ぼし、帝都を、玉座をこの手に取り戻さねばならぬ。新たな帝としてこのヤマトに秩序と義が満ちる様を見届けねばならぬ。エンナカムイの勇者たちよ、どうか世の矛となり盾となり、その力を貸してほしい。さすれば世はあらゆる戦場に赴き、そなたらに天の加護を授けん。天命は常に世と共にある。そなたらは数えきれぬ勝利と共にそれを知ることとなるのじゃ。おお、なん、正常の矛と、我ら四股の見立てとなりて正常を守りてん。全ては正常のために。偉大なる正常に輝かしき勝利を捧げ。世は最後までこの目で見届けようぞ。賊と討滅の御事乗りは下った。もはやこれ以上のお言葉は無用。あとは天がエンナカムイの王子を、いかがか。正常の御事乗り、しかと受けたまわりました。エンナカムイは一丸となり、その神明を閉じて正常にお仕えする所存。さあ同胞たちよ、我らの忠義今こそお見せする時。義は我らと共にある。
皆の者、出陣。いや、たったったったあとはあそこさ、姫デッカはすぐそこ。デコポンコ様、ここからはどのように？決まっておる、ジュリンニャモ。案ずるな、いかな力を持っても奴らが門を通ることはかなわぬ。そういや、すっかり忘れてただ。とはいえ、さすがに数にも。だが、それもトロウに終わろう。なあなあ、オストロン、もう行ってもええ？まだだ。もっと引きつける必要がある。もう十分やと思うけど。勝つだけであればな。だが、我らの士気を高めるため、何より、エンナカムイに容易に手を出させぬために干渉せねばならぬ。兄様、本当にあれをやるのですか？策に変更はない。いかに戦力差があろうと、地の利は我らにある。まして向こうは我らを弱兵と侮っている。そこにこそ付け入る隙がある。だが本当にデコポンポは誘いに乗ってくるのか？来る。常に功を焦る奴は耐えるということを知らない。時間が経てば必ずしびれを来たそう。まして奴は人一倍自尊心の強い男。そこを逆なですれば頭に血が昇り、その時こそ我らが策のになる時。なるほど。しかし今回の策を聞いたときはさすがに驚いたぞ。そうですね。この絵大将ともなればもう少し上品な戦いをすると思いましたが。対面にこだわって負ければ何もかも失うことになる。幻滅したか？いや、むしろ面白い。こうなったら思いっきりやるだけだな。そのように言ってもらえるとそれがしも気が楽だ。けど、お楽しみが目の前にあるのに何もできひんなんて。あと少しの辛抱だ。あと少しで退屈であったことが懐かしく思えてこよう。楽しみに待つといい。どうした？どうやら思いのほか門が固く。へこずっている場合やもか。お家ではあります。登場衆、突撃ではあります。やったではあります。いや、何やもこれ。岩で門が塞ぐ。これでは城内に入って。デコポンポ様なあ。いい眺めじゃない。それじゃあ手っ取り早く仕事を済ませるとしますかい。てめえら、なんやもや。攻撃を仕掛けるようには見えないでありますが。おいおい、どうしたどうした。それでも攻めてるつもりなのか。ぬるすぎてあくびが出しまうじゃない。なあなあ、デコポンポってのはどこにいるんだ？なんかそれらしいのは見当たらねえけどよ。バッカおめえ、もしかしてデコポンポがオストル様のような方とでも思ってたんか。無能な七光って噂されてるあれがよ。なんだべさ。ああ、なんでも親である前の将軍は素晴らしいお方だったんだが。とても親の後なんて継げねえって言われてたんだが、将軍は息子が後を継ぐことを帝にお願いしたんだと。あまりに必死な願いに帝も哀れに思ったのか、それをお認めになったって話だ。そんな息子はそれを信頼で自分の実力と